はい、では続けたいと思います。私たちは、他人の目に映る、姿、他人鏡では本当の姿を知ることはできない。では次にですね、我々はどうするかといったらですね、自分鏡で自分を見ようといたします。自分鏡とは、道徳的良心というものが我々にはございます。いわゆる良心、良い心ね。自分で自分を、ね、できるだけ客観視して、見つめて反省していこうと。人の評価は当てにならないことが多いので、自分で自分を見つめて、自分を正しく知ろうと思うんですけども、しかしお釈迦様ね、実はこの自分鏡も他人鏡よりはずっとマシですから、これからも皆さんですね、続けてください。確かに仏教で求道といった場合ね、人の評価よりも自分で自分を見つめていく、これはとてもね、皆さんが幸せになるには大事なんで続けていただきたいんですけども、欠点もあることも知ってくださいと。その欠点とは何かと言いますと、欲目ですね。うぬぼれ心、我々にはですね、うぬぼれ心という煩悩があるために、なかなか自分をね、正しく評価できない。うぬぼれという漢字を見てみましょう。自分に惚れると書きますね。これ自分に惚れると書きますね。私たちは自分に惚れる、この心が結構ね、もう染み込んでますので、なかなか自分を正しく評価できない。欲目が働いて、私はそんな悪い人間じゃない、私はやっぱり賢いし善人だし頑張ってると。本当は横から見るとね、あなた結構愚かですよ、結構悪人ですよ、頑張ってませんと周りから見られても、いやそんなことはないと、こう我々は思いがちなんですね。私たちこの我のついたものはイコール自分なんですね。だから例えば自分の子供がですね、もし悪いことをしてもね、素直に悪いことをしたとは思えない言われますね。ある警察官から聞く話ですけどね、もし子供がですね、何か悪さをして、例えば人のものを盗んだとかね、したといたしますね。すると警察から電話があったとします。その場合ね、世のお母さんはどう言うかといったらね、決まった言葉が、うちの子供に限ってそんなことはありませんと、ほとんどのお母さんが言われるそうですね。やっぱり盗みを働きましたかとは、そんなことは言わないそうですね。それは自分の子供イコール私ですから、思いっきり欲目が働いて、そんなことはありませんと頭ごなしに否定するそうです。そして呼び出されて警察に行きますとね、この自分の子供がしょぼくれてね、下向いて、僕やってしまいましたと、こういうことをね、子供が言っててもですね、お母さんどう思うかと言ったら きっとね、うちの子供がね、はね、悪い友達にね、誘われて仕方なしにやったんでしょうと、その根はずっといい子なんですと、こういうふうにしてね、子供をかばうそうですね。実際はその子供が親分肌であったとしてもね、その子供を悪いふうには思えないんです。私たちはどうしてもね、この欲目が働くんですね。もう悪いふうには思いたくない。例えば私の例で言いますとね、鏡を見るとね、私今染めてごまかしてますけどね、だいぶ実は白髪があるんですよ ね。でも白髪を見た時一瞬ショックですけどね、でもね、これでも ね、まだマシな方だと。自分よりもね、5歳も若い人でもね、あんな白髪いっぱいなってると、よくテレビと思うんですね。私買ってるぞと、こういう気持ちになるんですね。誰かと比べ、この後話しますけどもね、素直に自分は年を取ったと、あの人よりはずっと私はまだ若いぞと、こう思ってね、素直に自分のね、年齢を認めることができない、ね、こういうことがありますわね。ね、
素直に私たちはね、自分の姿を認められない、ね、まあ女性でもありますわね、ね、ね、例えば私は肌が黒かってもね鼻が高いとかね、あるいは肌も黒いし鼻も低いけど口が可愛いとかあるいはもうね鼻も低いし、口も大きいけどもね色白だとかね、もう私はねもう肌も黒いし目もちっちゃいし鼻も低いし口も大きいけどもね、みんなから素直な人だと言われているとかね、もう自分のいいところをどっか見つけて自分の姿を客観的にあるがままに認めることができない、どうしても欲目が働いて、私はそんな悪い人間じゃない、存在価値にとらわれてね、私はいい人間だ認めてと、こういう気持ちが非常に強い。で、この欲目のために本当の姿が認められない、そのために罪悪を作りますから。だから仏教ではね、ちょっときついかもしれませんが、自分のあるがままの姿を皆さん認めてください。ね、否定、自己否定の心をなくし自己肯定感ができれば罪悪は減るし、我執といってね、我に対する執着が消えると煩悩は減っていきます。だからね、本当の姿をね、実はこの後法経の話で話をするんですけどね、本当の姿を親鸞聖に知りなさいということで、あの有名な本、まあ、日本で一番あの多くの人から尊敬されているのが、あの親鸞聖人という方ですけどね、この方がお経をたくさん読まれて、そのお経のお言葉をですね、このようにまとめてられたんですね。すべての人、ほとんどの人の姿は、仏教の言葉で、邪見、狂慢、悪衆生と言われています。で、これが認められない人は、ずっと苦しみますよと、ね、苦しみから離れることはできない。逆にね、今から説明いたしますが、この邪見が私であった、狂慢が私であった、悪修行が自分であったと、これを素直にね、あるがままの自分を認めることができたならば、ね、本当の幸せになれます。これを認めたら今度はね、邪見が正見になっていくし、狂慢が時間がかかりますが減っていきます。そして悪修行じゃなくなっていくというのが仏教なんですね。でもこれをまずは認めないと、これは減りませんし、苦しみからなくなりませんから。親鸞聖人、大変短いお言葉でね、我々の本当の幸せになる道をこの正信偈で教えられてます。これをまずはね、頭だけでも理解して、で、ね、それを今から詳しく説明いたしますので、自分の心に当てはめて、これが本当かどうかをね、確かめていく。そしてこれをね、認めることによって、認めた分だけ罪悪は減る。これが仏教ですから、まずはね、私はそんなうぬぼれてませんとね、善人、ね、ぶることをやめて、おっしゃる通りでございました、親鸞様のおっしゃる通りでありました、お釈迦様の言うことに間違いございませんとなったら、皆さんの苦しみはスーッと消えますので、ね、今からそれを聞かせていただきたいと思いますね。まず邪見と言いますのは、これは横島なものの見方ということで、あるがままの姿を見ないことを言います、ね、歪めて見てしまうね。それは原因は都合と欲目です。これ仏教で煩悩と言いますが、煩悩はね、この都合によってね、物事を歪めて、マジックミラーのようにね、物事を鏡があってもね、正しく映さないのが我々の眼なんです。主観と言いましてね、エゴと言っていつも主観で、エゴで自分の都合のいいように世界を見てしまう。これを邪見と言いますね。横島なものの見方。だからこれを正して、この邪見を法経とはこれ正見と言いましてね、正しく見る、あるがままに物事を見る、正見に持っていくのが仏教だから、幸せになる過程はまずは邪見を認めて、邪見からだんだんね、正見へと導くのが仏教であります。まず自分は邪見だな、
都合や欲目で見てしまうなという自分を皆さんには、認めていただきたいんですね。邪見で物事を人を見たり自分を見てるからね、当てになりませんよと。これが邪見ですね。で、狂慢というのはこれはですね、今から説明いたしますが、狂もうぬぼれ、慢もうぬぼれです。この狂という漢字、耳慣れない、初めて見る漢字かもしれませんが、この字は今はね、残念ながらパソコンでも出てこないんですね。こういう漢字あるんですけどね、この立身弁、これがね、今はね、馬編になっているんです。馬編でこの字があります。だからちょっと意味は違うんですけどね。今もうこれしかありませんから、まあこの字でいいですね。狂慢といったら馬編にこの字を書いて、これおごりという意味ですね。この狂という字はですね、狂も慢もこれうぬぼれ心、おごりの心なんですけど、ちょっと意味が違うんです。この立身弁もしくは馬編のこの狂はですね、とにかく自分の自慢できるものを何でも持ってきてですね、おごりうぬぼれる、そして人を侮る、ね、とにかく自分の自慢できるものはもう何でも持ってきて、私はね、賢いんだ、善人だ、頑張ってると、存在価値があるんだと思って、そこに執着して、私は大丈夫、みんなから愛され好かれ認められたいという思いから、このおごりの心で、これが問題ないのは人を見下すね、人を蔑視する、ね、侮る、踏みつける。これが罪悪を生み出しますから、お釈迦様ね、この狂慢という心を持っていると、苦しみを生み出すと説かれています。これはね、慢もこれそうですけどね、人を見下す心、人を侮る心、人を踏みつける心ですから、それがね、因果の通りで、跳ね返って、ね、人から踏みつけられるように、馬鹿にされているように、ね、踏みつけられているように、軽蔑されているように感じてしまうんです。だから皆さんがね、感じるのは、この心を持っているからなんです。だから人をね、馬鹿にしなければ、人を見下さなければ、人を踏みつけなければ、苦しみは起きません。これなかなか根深いですからね、お釈迦様ね、今日については7通りに分けて教えられ、慢についても7通りに分けて仏教では教えられます。今日と慢は大体同じ意味なんですけど、ちょっと違うのは、今日はとにかくあんまり比較はしない。とにかく自分のおごれるもの、自慢できるものを持ってきて、私はこれだけできるんだ、私はね、素晴らしいんだというふうに思いたい心を今日と言います。それに対して慢という心はね、これ自慢の慢ですけどね、これは、人と比較してうぬぼれる心、何かと比較して、ね、これが厄介なんですけどね、比較する、これがね、罪悪を生み出すんです、ね、比較して相手をグッと価値を下げて、そして相手を踏みつけて、私は良かったと、この踏みつける心が跳ね返って、因果の通りで跳ね返って私を苦しめるから、比較する心をなくすのがいいんですね。ね。ね。世界に一つだけの花というのがありますけどもね。オンリーワンといってね。人と比較しなくてもいいんです。一人一人がね、価値があるんです。比較するから苦しむんですね。これを劣等感とか優越感と言いますね。これ仏教ではね、苦しみますと教えます。劣等感から今度は優越感になるんですね。負けたくない。ね。今に見ておろうという気持ちはね、相手の価値をぐっと下げるんです。これが罪悪なんですね。人が失敗が面白いんですね。比較する心によって相手の価値を下げて自分を上げようとする。比較する心自体は問題ないんですけどね、比較した後必ず私たちは相手の価値を下げようとする。ね、相手を踏みつける、ね。バカにする。これが跳ね返って、ブーメランのように跳ね返って、皆さんの元に帰ってきますから。これが罪悪となってあなたを苦しめますから離れましょうと言うんです。ね、だ今日はそんなに比較せずにとにかく自慢する。慢は比較してうぬぼれる心ですね。他にも罪悪いっぱいあるんですけどね。諸々の罪悪をこの邪見という
心と教慢という心に仏教の罪悪を全部まとめて親鸞聖人は、ね、悪修行と言われました。まあ、とにかくこの比較する心、これが私たちをね、自分の本当の姿をね、否定する、ここから全ての罪悪が生み出されますから、まあ、この2つでもいいのかもしれません。で、悪、罪悪を作って、修行はこれね、生きとし生けるものを仏教で修行と言います。意味はですね、衆はこれは、大衆の衆の字で、多くのという意味ですね、衆議院の衆ですね、大衆の衆。上はこれ、生まれるということですけどね、生きる。多くの生を受けるという意味で、我々はね、今だけじゃないんです。過去生から未来生にわたってね、何回も何十回も何百回も、生まれては死に、生まれては死にを繰り返しております。それで仏教では、我々のことをですね、衆生と言いますね。今は人間界ですけど、過去生は違うかもわからない。未来生も変わる可能性もありますね。それは、それまでの種まきで、ね、自分のまいた種まきによって生まれたり死んだりしますので、ね、だから次の章をね、またいい世界に生まれたければしっかりね、邪見狂慢を認めて少しでも罪悪を減らしていくことが大事であります。まあ、この漢字7文字を、ね、自分のことだとね、受け入れ認めることが幸せになるポイントであります。まあ、そこでいかに我々はうぬぼれ強いか、欲目が強いかをね、お釈迦様のお言葉で、確認したいと思います。まず最初ね、教慢の教からいきたいと思います。ね、7つございますね。無病教、病がないうぬぼれ、おごりね。私は健康だというおごりを無病教と言いますね。少年教、これは年齢が少ないと書いて少年、まあ、ボーイですね。これは若さをおごる、若さをうぬぼれることを少年狂と言います。で、3番目が長寿狂。長寿というのは長い、ことぶき、命ね、寿命が長い、私は長生きしているというおごり、これを長寿狂と言います。俗称教、これは家族の族に女偏に生まれると書いて、これは家柄とかね、育ち、ね、出身地、ね、家柄とか育ちをおごりとしてうぬぼれると。色力教、まあ、これは色の力と書いて、まあ、これはまあセックスのおごりでしょうかね。色力教、色の力と書いて色力教。風紀教、富という漢字に気品の気、尊いという漢字ね、富に気品がある、ね、あなたという漢字の気ですね、貴族の気ですね。まあ、これは財力、富、地位、名誉などね、財力、富に恵まれ、地位に恵まれたこと、地位や名誉があることを誇りにし、うぬぼれる、おごることを風紀教と言います。で、7番目が多聞教、ね、多く聞くと書いて多くのことを聞いている、たくさんのことを知っている、ね、自分は博学である、多くのことを知っている、まあ、これを多聞教と言いますね。まあ、この7つが、教でありますが、今からもう少し詳しくね、説明していきたいと思います。これがなぜね、皆さんを苦しめるかをちょっとね、私も反省を込めて、このね、教慢という心はね、これ悟り開いてもね、実は信心結露してもね、これ結構残ってるんです。これは仏の悟り開くまではね、なかなかなくならない心なんで、仏教ではこれ仏道修行者を最後まで悩ませる心が教慢だと言われます。だからこれ簡単にはなくなりませんけどね、でもこれなくす方法はただ一つ、認めることですね。仏教ではこの罪悪を減らす方法は、ね、無理やり抑えるんじゃなくてね、私はこういうものなんだというふうにありのままの姿を否定せずに認めることによってしか減らすことはできないというのが仏教ですから。だからこれ聞いたらね、嫌な気分になるかもしれませんが、決して
お釈迦様は皆さんを責めてませんから、ね、図星だという内容ですけどね、この図星だということを私たちは否定するから苦しむ。そうだな、おっしゃる通りだなと認められたらね、この教慢からだんだんと離れていけますので、だから仏教ではこの煩悩についてね、詳しく説くんです。詳しく説くのは皆さんを苦しめるためじゃなくて、皆さんに自覚するありのままの姿を仏教を聞いて知っていただいて認めさせることによってしか煩悩を減らすことはできませんから、ただこれを頑張ってね、自分のことだとこれほぼ当たってますから、ね、外れる方はあんまりないと思います。だからまず、ね、当たってるんだなと思って聞かれた方がいいと思いますね。あるいは自覚がないだけかもしれません。まあ強弱はありますけどね。じゃあ早速見ていきましょう。最初は無病狂、これは文字通り無はなし、病は病ですからね、病がないことに誇る、これは健康ですね。まあ私もこれ今締めていきますけどね、健康な人はね、病、病人に対してね、思いやりが欠けるんですね。まあいつもこの病気にかかっている人はね、よく病人の気持ちがわかるんですけど、でも私みたいにあんまり結構健康な人はね、なかなかわからないこともあるんですね。だから私も気をつければならんと思います、ね、健康であることを誇りとして、この無病狂の人はね、思いやりに欠けるんです、ね、実際病で苦しんでいる人を見てもね、なかなか心が分かってあげられずにね、思いやりに欠けてしまう。で逆にね、私は健康だ、あなたはね、病人だと言ってね、変に喜んでしまう人もあるんですね。それは私を苦しめますからね、相手の気持ちに立ってね、戒めていくことですね。ね、おごりの心は跳ね返って苦しめるからね、相手の立場に立って同じ目線でね、少しでもいたわりの気持ちでね、このね、病にこのかかった人に対する仕えることは、お釈迦様はね、仏に仕えることと同じと思って介護しなさいとおっしゃってますね。それぐらい功徳がありますよということでお釈迦様おっしゃってます。私に仕えるぐらいね、功徳があるのがね、病人の介護をすることだと言われてます。それによって相手の気持ちが分かりますからね、うぬぼり心が打ち砕かれますから、ね、この相手の心をね、思いやって思いやりの気持ちを持つようにすることによって、これもね、減らしていけるんですけどね。これが最初の無病狂、健康であることを誇りにする、おごる。二つ目が少年狂、これは年が少ない、まあ若いですね、若さをうぬぼれる、ね、若さをうぬぼれますとね、年寄りをバカにするんですね。年寄りを見下すんです、ね、私もかつてもう身に染み入りますけどね、若い時はね、階段でもね、二段跳びとか三段跳びとか平気でできるんですね。ね、立ち上がる時もね、スーッと立てるんです。ところが思いました、私小さい頃ね、父親がね、よっこいしょーとね、声を出さないと立てないんですね。なんと情けないなと思いましたけどもね、自分もそういう年に近づいてきましたけどもね、やっぱ年を召されますとやっぱりね、なかなか体も重いようにならないんですね。で若い時はね、年寄りの気持ちが分からずに年寄りをバカにするんです、ね、年寄り笑うな行く道じゃーという歌がありますね。年寄り笑うなよ、あなたももうで10年20年すると同じ立場になりますね。子供を叱るな来た道じゃ、年寄り笑うな行く道じゃ、やがて自分も年取っていくことを考えたらね、そんなね、年寄りをバカにできないんですね。でも若さも一時のことなんです。皆さんもかつてはね、若い頃あったと思いますね、まあ、それがやっぱりどうしてもね、人をバカにし年寄りをおご、ね、やっぱり見下していたことがあったんで、今逆に苦しんでいるとも言えるんですね。やっぱり因果の通りなんですけどね、やっぱりこれ気をつけねばならない。まあ皆さんあんまりないかもしれませんけどね、若さを誇る、あるいはね、自分はまだ70と言ってもね、80、90と比べたら若いとかいうことでね、やっぱりおごろうとする。私たちは何かを自慢しおごりにして存在価値を確認したいので、とにかく自慢できるものをね、本当はこれ7つじゃなくていっぱいまだまだあるんですけどね、
仮に七つにまとめたのがこの七つの経の心です。三番目、長寿経。これはですね、長寿、長生きをおごりにする。私はもう80歳です、私は90歳です、私は100歳超えましたと、ね、もう年取って自慢できるのはこれぐらいかもしれませんけどね。とにかく誇りにしたい。人間何でもやっぱりね、自慢したいんですね。そして言うのはね、今の若い者はなっとらんとか、ね、今の若い者に何がわかるかというふうにね、昔の人も言いますし、今の年寄りも言うそうですね。ね、で若い人は若い人でおごるし、年寄りは年寄りで、ね、うぬぼれるんですね。まあ私たちこれ自覚しないと、聞かないと、もうこれ任せますから、この頃に任せてね。そして誰かを見下しますから、この見下す、相手を踏みつける、これ心で思ってもね、結果来ますからね。口で言わなくても、体で行動を取らなくても、思ったことも全部因果の通りで跳ね返りますから、だから気をつけましょうということなんですね。おごったら必ずね、苦しみをもたらすとおっしゃいますから、ね、これが長寿経ですね。次、俗称経。これは家族の俗という漢字に、これは生まれですね。これ当時はインドのですね、カースト制度を表したんですけどね、インドではもう私たちには想像できないほど、もう階級がいっぱいあるんです、ね、今もう日本はね、なくなりましたけどもね、インドに未だに根強く残っていて、もう生まれた時点で両親がどういう生まれかによって、もうね、職業ももう決められ、結婚相手も決められ、そういうのが未だに残ってるんですね。で皆さんに合わせますとね、これは家柄と言ってもいいかもしれませんね。生まれとか育ち、ね、お釈迦様はですね、我々の運命はこの家柄とか育ちで決まるんじゃないと、皆さんの行いで決まるとおっしゃってますね。行為で運命は決まります。でも当時のインドはですね、もう生まれ、どういう両親のもとで生まれたかで決まる、もうこの生まれた、ね、家柄でもう運命が決まるような考え方がインドにあったんです。それをぶち破ったのがお釈迦様なんですね。でも私たちですね、やっぱり何か自慢したいからね、家柄ね、私は両親はこういう立派な両親ですよとかね、私はね、徳川家の末裔ですよとかね、なんか関係ないんですけどね。でも私たちは何か自慢したいので、自分の家柄とか育ちとかね、自分のね、お父さんは大学の名誉教授だったとかね、そういうことを言う人もありますけどもね、やっぱりもう自慢したいんで、族柄、家柄を自慢してね、私は大丈夫なんだと、こう思いたいんでしょうね。思うだけならいいんだけども、思った後ね、生まれの育ちの悪い人ね、家柄の悪い人を否定する、見下す、これが跳ね返って苦しみをもたらしますから、やめましょうと、こう仏教では教えられます。次、色力経。これは文字通り色の力と書いてね、まあセックスのおごりだと思いますね。あるいは昔私はプレイボーイだったとかね、私はたくさんのね、女性とね、遊んできましたとかね、恥ずかしげもなく、ね、誇らしげに言うおじいちゃんもいるんですわね。やっぱり人間、やっぱり何でも自慢したいんですかね。別に自慢できることじゃないんだけども、やっぱり、おごりたいので、こういううぬぼれもおごりもありますよとお釈迦様おっしゃるんです。次、風気経。これは風は富、木はこれ貴族の木、貴品の木ですから、まあ地位とか名誉ですかね、まあ財力、富はこれは富、ね、私は立派な家がある、ね、富があり、そして、地位や名誉がある、それをおごってどうだと、こういうふうにしてですね、自分の富や地位をおごって人を気づかないところで見下していませんか、貧乏人をね、見下していませんかと問いかけるのが仏教なんですね。人を見下すと必ずね、世界からね、見下されるように感じます。人を軽蔑すると周り中からね、
誰も軽蔑してないのに、この侮られているように軽蔑されているように感じますから、これを自覚しましょうとおっしゃってますね。で、7番目、多聞狂。これは多くのことを知っている、ね、たくさんの知識があるとどうしてもね、自慢したくなるんですね。これ仏法者、私も戒めなければならないとお釈迦様おっしゃるんですね。これは仏法を聞いていても起きる可能性があると。仏教を聞いたらね、だんだんとこの自分の姿が法教に照らされて謙虚になってくるはずなんだけどもね、謙虚にならねばならないのに、私はこんだけ教えを知っている、こんだけよく知識が増えた、どうだとね、自慢したくなる心がムクムクと出てくるから、説法をする者は戒めなさいとお釈迦様おっしゃるんです。これは私ももちろん皆さんもね、何か知ったことがあったらね、私知ってるぞと言って知らない人をね、無意識でバカにすることがありますからね、気をつけましょうと。やっぱり人をバカにする、人を踏みつける、これは私たちを苦しめますからね、お互いやっぱり戒めていきたいなと思うんですね。まあ、まだまだ他にございますが、一応この狂、狂慢の狂については7つですね、挙げられて、とにかく自分の自慢できるものをとにかく持ってきて、どうだとね、上に立って相手を見下す、これが私たちを苦しめますから、これ自覚してませんからね。だから仏教は自覚狂といって、これを自覚させるために教えを、ね、狂については7つ、説かれました。では次ですね、慢について見ていきたいと思います。これ七慢といいまして、7つ慢がございます。慢というのは自慢の慢で、これはうぬぼれ心ですね。この場合の慢は比較してうぬぼれる、7つございますね。まずは慢、これは劣った人に対して私は優れていると思う心を慢と言います。過慢というのは、これは過ぎた慢とありますから、ちょっとうぬぼれがちょっと高じてきまして、自分と同じ同等のものに対しても私の方が優れていると思うのが、これが過慢、過ぎた慢と書きますけどね。で、慢過慢、これは過慢が過ぎると書いてね、過慢が過ぎる、明らかに自分は負けている、相手が優れているけども私の方が優れてると思うのが慢過慢というんですけどね。で、我慢、これは我を我にとらわれる、私は間違ってなくてもね、私が正しいと我を押し通す、自分が間違いだと知りながらね、自分の我を押し通す心を我慢と言います。今の日本語はここから来ましたけども、ちょっと意味合いが変わってます、ね、本来はこれ我慢っていい意味じゃないんですわ。今いい意味で、忍耐の意味で使いますけどもね、本来は自分の我を押し通すうぬぼれ。増上慢、これは増えるという漢字に上と書いてね、増上慢、これは悟りを開いていないのに悟ったとうぬぼれる心を増上慢と言います。ヒゲマン、これはヒゲは、ヒは癒しむ、ゲは下げるで、自分を癒しめて、自分を下げて、どうやと、私はこんだけ自分の姿を見つめてますよ、私はね、負けてるけどもそんなに負けてないと、ちょっとの差しかないと、自分を下げることによってもっと私を認めてくださいと、私はこれだけ自分に対して謙虚なんですよ、自分を真面目に見つめてる、すごいでしょうと、やっぱり自慢したいんですね。卑下してうぬぼれるのを卑下慢と言います。で、最後の邪慢が横島の慢と書いてね、うぬぼれる価値のないものをうぬぼれる、ね、くだらない、どうでもいいことでもね、私たちはね、邪慢と言って、ね、うぬぼれるんだと言われます。まあ、これが七慢でありますけどね、具体的にもう少し見ていきたいと思います、ね、まず最初の慢ですけどね、これ高慢の慢、自慢の慢ですけどね、この慢というのは、ね、自分よりも劣った人に対してうぬぼれる。テストの点数で言いますと、私は、ね、80点取った、友達は
70点。ね。ね。劣ってますわね。でもそのまま見たらいいんですよ。なぜ意識するかです。比較して意識する。それは、私の方が上だと。よかったと思うんですね。存在価値にとらわれて、私の方が上なんだ。下の人は情けないなと思って、やっぱり、無意識で私たち相手を踏みつけるんですね。比較して私の方がいいんだと思う、ね、自分よりも劣った人に対してうぬぼれる。まあこれはまあ仕方ないですわね。でもこれも仏教では悪だと教えてね、これもあなたを苦しめますと教えます。まあここぐらいならまだそんなに慢はね大きな問題はないんですけどね、このあとね、次ね、我慢、過ぎた慢がある。これはね、等しい。自分とね、能力や様々な点において、同じであっても、同じだと認められない気持ちを言います。テストの点数で言いますとね、相手は80点、私も80点。ね、これ、同じですわね。じゃあ皆さんどうですかね。素直に、同じ点数だねと思えるかといったらそうじゃないんです。相手はね、頑張って80点。私はね、そんなに頑張らなくても80点。私が本気になったらね、ずっと上だと。こういうふうにね、能力や才能だと、横から見たらね、同じような人であってもね、素直に同じだとは認められないんです。大学でも私もあったんですけどね、私は現役で大学に入った。友達は一郎だと。でも同じ立場なんだけどもね、私は現役だと。友達は一郎だと。私の方が上だとね、こう思いたいんです。私たちは存在価値が低いためにね。本当に自分の実力を正しく知っていたら、うぬぼれないはずなんだけど、私はやっぱりですね、やっぱり自分の実力がやっぱり認められないというか、自分の姿が客観視できませんからね。どうしてもやっぱり、この、必要以上に、いいようにね、自分の実力以上に、上のように見てもらおうとする、浅はかな心がありますね。ありのままの自分を認めてもらったらいいのに、自分の実力がもっと上の自分だというふうに思われたいんでしょうかね。これ、我慢が同じであっても同じだと認められない。で、慢我慢はね、さらにそれが、我慢が、ね、我慢の慢ですからね、さらに、上に上がった慢なんです。増長した、ね、慢であって、これは明らかにね、もう負けている、ね。相手が圧倒的にもう優れている。ね、もう明らかにかなわない、ね、テストの点数でもね、私は、70点、相手は90点だと、ね。もうとても勉強ではかなわない。じゃあ私たち、素直にね、私はもう高3です。あなたにはかないませんと。あなた素晴らしいですね。というふうにはね、思えないんです。確かにあいつはね、勉強はできるかもしれないけども、スポーツはまるでダメじゃないかと。その点私はね、勉強もある程度できるし、お前には負けるけどもね、でもスポーツはできる。だから、俺の方が優れてるんだと。こういうふうにね、明らかに負けててもね、負けだと認められないんですね。まあ女性でも例えば若い人なんかね、確かにね、まあ勉強もかなわない。ね、スポーツもかなわなくてもね、私は料理がうまいから。だからきっと嫁のもらい手が多いはずだと。こういうふうにね、自分の何か得意な部分を持ってきて、あの人よりは上だと思いたいんですね。これが我々にみんなあるんです。口では絶対恥ずかしくは言いませんけどね、心の中でね、密かに思ってます。自分の負けを、劣っている部分を素直に認められないのは、存在価値が低いからであり、ね、負けたら、ね、苦しくなるんですね。本当は負けてもいいんですけどね。この勝ち負けを問題にする心。これが私を苦しめます。ね、オンリーワンでいいんですね。人と比べなくても、ね、この自分らしく生きればいいんです。でも私たちはどうしても人と比較するから、いくらお金があってもね、地位があってもね、上見ればきりないからね、比較する心はあなたを絶対に幸せにはなれないと、こう教えられます。
これが、ね、マンカマンですね。で、次、我慢。これは、自分が間違いだと知りながらも、それを貫き通そうとする心が我々にはございますね。私たちは我というもの。本来我はないんですけどね。私たちは自分の姿が暗いために勝手に我を設けて、これが自分だと思ってね。自分は正しい、間違ってないというところに我に執着して、この我をね、否定されると腹が立つからこの我を押し通そうとするんですね。まあ夫婦でもありますけどもね。ね、お父さんここ直してくださいと言ってもね、うるさいと、こう言ってね、一瞬に伏すというかですね、自分もお父さん分かってるんですよ。間違いだと分かりつつも、ね、やっぱりそういうふうに注意されたら腹が立ちますから、ね、うるさいと、こう言ってね、我を押し通そうとする。これ、特に男性はね、この我慢で仏教が聞けないと言われますね。だから男性は特にね、この我慢、私もね、戒めていかねばならないなと思っております。我慢で仏教が聞けなくなる。教えが入っていけませんから。あのこんなあのことわざがありますね。日本にね、はっても黒豆というねことわざがあるんですね。はっても黒豆。はっても黒豆とはどういう話かと言いますと、ね、あのこの地面にね、黒いものが2つあるんですね。まあ、虫のように見えるんですけどね、この黒いもの2つあるけども、これは、ね、黒豆なのか虫なのかどちらかをね論争してたんですね。いやこれは黒豆だ、いやこれは虫だと2人の人が言い争っていた時にね、もぞもぞと動き出しました。そうするとね、あ、黒豆じゃなかったな、虫なんだなぁとこう認めざるを得なかった。でもね、黒豆だとね主張していた人は、いやいや、はっても黒豆なんだと、虫が虫と認められない、ね、私たちは間違いだと思ってもね、間違いが素直に認められないためにね、自分の本当の姿が分からず苦しみますからね、この我慢を減らしていきましょう。ここから忍耐という言葉がちょっとなってしまいましたけどもね、本来の意味は我を押し通して、ね、自分の主張を貫き通す、これが私を苦しめるから、ね、お互い戒めていきましょうというのが仏教であります、ね、じゃあ次、増上慢。これは悟りを開いていないのに悟ったとうぬぼれる心ですね。天狗という言葉がありますけどね、これ実はあの仏教の言葉から来てるらしいですね。天狗というのはね、あの仏道修行を誤った人のことを表したそうです、ね、みんな知らずに使ってますよね。天狗になるなよと。ある天狗はね、悟ってもいないのに悟ったとうぬぼれて肌だけが高くなってるんです、うん、まあ、それをあの天狗と言ったらしいですけどね。私たちやっぱりうぬぼれてますからね、まだ悟っていないのに悟ったと濡れてそこにどん座ったら大変だからね、教えを正しく聞いてね、自分の姿をね、知らねばならない。悟ったと濡れてしまったらそれ以上求められなくなるので、これも気をつけていかねばならない濡れであります。ヒゲマン、これはね、自分を癒しめて濡れる。勝劣といってね、負けてる、劣ってるけどもそんなに負けていないと、少し劣ってるだけという意味なんです、これは ね、まあなたには叶いません、でもねそんなに差はないと、少し劣っているというのがヒゲマンなんですね。私ほど悪いものはございません、私は未熟者でございます、ご鞭撻よろしくお願い申し上げますと、自分を ねヒゲすることによってね、どうやと、こんだけ自分の姿をあるがままに認めてるんだぞ、私ってねすごいでしょと、こういうふうにね卑下してうぬぼれるのをヒゲマンと言います ね、まあ、ありますわね。あなたはね、字うまいですねと言ったらね、いやミミズを剥いだような字ですよと、いやそんなことありません、あなた初段何段ですかと、いやちょっとね
ちょっと練習したぐらいですよと。あえて自分をね、卑下することに、本当は自分も思ってますよ。自由前力がしててもね。いや、ミミズを、ね、嗅いだ、ミミズを剥ぐような字ですよと、こう言って、いや、そんなことはありませんと言ってもらいたいんですね。より多くのね、この褒め言葉を期待して、わざと自分をね、卑下して、ね、どうですかというような感じも、私たちありますわね。いやー、立派な家を建てられましたね。いえいえ、このうさぎ小屋ですよ。こう言ってね。でも、この村中一番のね、家じゃないですか。まあ、友達にちょっと建築家がいましたのでね、とね。もう自分の価値を下げて、ね、すごいでしょう。そんなことありませんと言ってもらうためにね、一回り大きな褒め言葉を期待して、あえて自分の価値を卑下して、どうでしょうと。私たちはだからね、卑下しても登る。特に日本人はね、ヒゲマンが多いですけどね。卑下してどうだと。これがヒゲマンね。で、最後の邪魔は、これは、横島なもの。うぬぼれる価値のないものをぬぼれる。ね。例えばですね、刑務所なんか行ったらね、邪魔大会と言われますね。刑務所行ったらね、ね、こういう会話がなされるそうですね。私はね、窃盗犯で、ね、私は物を盗むのがうまいと、こういうふうにね、自慢する者がいるそうですね。私は窃盗犯で、刑務所行きましたと。するとね、別な殺人犯がね、俺は一人殺して刑務所に入ったんだと。こういうことを言うそうですね。すると別の殺人犯が、俺は三人だぞと。こう恥ずかしげもなくね、自慢するそうです。いやいや、俺は秋葉原で8人殺したぞとね。こういうね、もう恥ずかしいことをね、誇らしげに言う人たちがいるんですね。みんながみんなじゃありませんけどね、私たちはもうくだらないことでもね、とにかく自分を自慢したいので、もうどうでもいいことも自慢して、私は悪い人間じゃありませんと。だから刑務所に入った人はね、決して悪人とはね、思ってないとも言えるんです。これ仏教を正しく聞かないと自分の本当の姿は認められません。だから仏教ではね、こうちゃなんですけど、すべての人は親鸞聖人ね、お経を何回も読まれて、全人類の姿は邪見であり、凶慢であり、ね、自分の姿が認められないから悪人だと。そして生まれ変わり死に変わりして果てしなくね、輪廻を続け、苦しみ続けなければならないと。これではあまりにもね、かわいそうじゃないか、悲しいじゃないかということでね、法教をお伝えする、ね、仏様は我々をどのようにご覧になっているか、これを徹底する、この法教の教えを正しくですね、学ぶことによってね、都合や欲望を離れたあるがままの仏様から見た目線姿を聞かせていただき、それを私たちが認めることによって本当の幸せになり、この今の罪悪いっぱいの私たちも罪悪も減り、執着も減って幸せになっていきますよというのが本当のお釈迦様の教えであります。じゃあね、法教とは一体何かをね、この後お話をさせていただきます。